些細な、ほんの些細な偶然が2年前にあった。かつてディアボロに再起不能にされた私は、かろうじて生きながらえ、ある農村に身を隠していた。些細なことというのはそこで起こった。エジプトで手に入れたあの矢が、家具と壁の隙間にすっぽり落ちてしまったんだ。なんていうことのないつまらない出来事だ。普通のものなら難なく腕を突っ込んでそれを拾うだけだろう。だが私の体にとっては困難な作業だ。ほっぽっておこうかとも思ったが、チャリオッツなら拾えるなと思ったんだ。その時だ。チャリオッツが指を矢で傷つけてしまったのだ。偶然だった。矢は才能のあるものからスタンドを引き出す。だがさらにその矢でスタンドを貫けば、あの矢がどれくらい昔のものかは知らないが、作った者が何を考えていたのか分かりかけてきた。スタンドパワーには先があったのだ。今よりもさらに先がな。突然飛んでいた鳥たちは落ち、虫は葉の陰に隠れ、家畜が草の上にうずくまった。そして道端で農夫たちが眠り始めたんだ。私自身違和感があったが、それ以上に大きな変化がチャリオッツに起きていた。嫌な予感がして私はとっさに矢を取り上げた。暴走する前に、全ては何事もなかったかのように元に戻った。私は気づいた。もしこの矢を力ある者が使えば、その者は全ての生き物の精神を支配する力を持つことになると。だが今の私にはそんな力はない。だから私は待ったのだ。ディアボロの正体を探る君たちのような者が現れるのよ。ディアボロは全て私の上を行ったがな。その精神を支配するってのはよ、その今のこのことか、魂を入れ替えるだけのことなのか。違う。これはパワーの一端だと言っただろう。制御できない私にはそれ以上の先を見ることはできなかった。しかしそれは確かに存在する。矢を手に入れろ。ボスよりも早くチャリオッツを止め、矢を取り上げるのだ。キングクリムゾンを倒すには君たちが矢の力を使いこなすしか方法はない。矢を手に入れるというのは、あんたのチャリオッツを殺せと解釈していいのかな。構わない。どの道矢を取り上げればチャリオッツは消滅するんだからな。それに私はすでに始末されている。それともう一つ、とても信じられない重要なことを伝えておく。君がトリッシュという女の子かな。今は指に毛が生えちゃってるけど。なるほどな。ボスは二人組だ。君に化けてなぜかブチャラティを騙せた小僧がいる。ディアボルとその小僧、二人は息の合ったチームのようだった。なんですって？どういうこと？それはありえない。ボスは誰も信用しないから、ここまで秘密が保たれている。私にも見当がつかない。しかしいたのだ、謎の小僧がな。あの小僧がいなければ、私はあそこまでディアボロを近づけなかった。二人、ボスは二人組だって。一体